今回の愛車遍歴は女優でタレントの新山千春さんが登場二十歳の時格安で手に入れた初愛車と再会予算は三十万円20歳で新山春ってもう売れてるよねいやとんでもないです、うん、車選びには譲れないこだわりがこの色を買ったんですよでも黒と白のバイカラーにしました三十万で買った割にはそんなお金かかることするんだね,ね <laughs> そこは ちょっとどうしても譲れなくて誰かと被るのがあんまり当時からちょっとあんまり好きじゃなくて <laughs> な三山さんは十五歳で芸能界デビュー忙しいでしょでもその時はもう取材は忙しかったですね,もったねでも当時彼氏もいたしいたのいたのいたんですよえ誰ですか誰 <laughs> 誰ですかって言わないのよ恋愛遍歴も明らかに七 <laughs> 月二十九日土曜夜九時放送